はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら。仮面ライダーブラックさんホットトイズライトボックスです。はい、これめちゃ気になってたやつ。ライダーストアのレジ横に売ってるやつだよね。これ前に買おうと思って、なんかこういうミニベルトが3500、600円だっけ買えると思ったらめちゃ良くないと思って、その小さい変身ベルト欲しいんですけどって言ったら、これベルトじゃなくて光るライトですよって言われて、え、どういうことと思って買わなかったんだけど、そんなことを一切僕、ネットでも言ってなかったのに、何も前触れがなく、 おもむろにホットトイズさんからまさにそのライトボックスが送られてきましたので開けていこういやホットトイズさんナイスタイミングでありがとうございますなのでこういうふいに送られてくるやつはレビューしてもしなくてもどっちでもいいんだけど毎度どうしよっかうかな買おっかなって思ってて気になってたやつだったので超嬉しいんですけど本当に四角いボックスが入って終わりってこと ああ、横に電源オンオフがある。で、ここがマイクロ USB だ。ああ、なるほど。壁掛けとかもできるわけね。これで内容物全部だから、ドシンプル充電というか、一応ケーブル入ってるんですね。こういう。ここ USB-C だったらよかったな。USB のマイクロですよね。 最近あんまり見ない端子ス,スタイル。これあれかつなげるのか電源と。全部配線としては同じ。USB。おぉ、こういう感じなわけね。マイクロで、スクエアなボックスにムーンドライバーが描かれてて、あの、ここ段差とか一切ない。すごいフラットに。イラスト、イラストっすよね。で、ここが 光るんだよね。そんな感じっすよね。で、作りは一緒。引っ掛けるやつ、電源オンオフ。で、マイクロ u s b あれか、こうやって、スタッキングすることもできるのか。あれだね、今調べたらさ、ライトボックスシリーズっていうのが、このホットトイズの人気アイテムで、あるんすね。あで、それが、いろんなロゴとか、 こういうアイテム的な、あーサンドライバーやっぱ派手だな。いろいろ発売してるみたい。ってことでやっぱ全部基本のものとしては同じ設計だ。 って感じで、こんな感じのライトボックスが入っておりました。っていうか、光らせなくても、もうすでに光ってる風のイラストっていうか写真になってるから、そのままでもプリントめちゃくちゃ綺麗なんですね。ちなみに、ベルトを横に置くと、これくらいのサイズ感で、変身ベルトより一回り小さい感じかな。とはいえ、これを見た後に、こっちをすぐ見ても、前側の イラストいや、そ、これどうなんだろう写真をちょっとイラストっぽく加工してんのかなとりあえず正面デザイン部分は、めちゃくちゃ再現度がかっこいいっていうか、くっきりはっきりとした、イラスト、画像、表現は、すごくいい。それ以外は本当に、どれも全部、同じで、前側の画像だけが違うわけね。改めて見ると、まあ、でも結構サイズ、大きいのと、すごい角立ってるんで、この辺はちょっと、海外商品感あるな。 はい、ぐるっといこの辺とか痛いもんね見回すとこうでさらに改めてムーンドライバーああこうやって見るとこれもでも画像を写真をイラスト風にアレンジしてるようなビジュアルに見えるなこっから光るって言ったってどういう感じに光るんだろうはい、仮面ライダー X3 のロゴね。ロゴが入ったライトボックスと。で、どれも電源オンしても光りませんので、電源つなげるか。こっちを、これ充電式なのかなマイクロ USB に。 さして、タイプ A 懐かしいもはやもう僕さ、家のあらゆるこういうやつをさ、USB-C に入れ替えちゃってるから、だから iPhone が USB-C になった時は、マジ大歓喜だったんだけど、え、タイプ A? うちにあったかなあったあった。ここアップでしてほしいですね。これで、つなげる、つなげた、からの電源オンおー <laughs> すげえ光りそうにないところが、 光るんだ。ちょっと n d フィルターかけますけど、こんな感じを、ノーマル状態。まあ、実際もうちょっと明るいけど。おー。<laughs> あ、なるほどね。これでも、あ、やっぱ、つなげなきゃいけないんだ。充電式とかじゃないわけね。常時、ここ、普通に電源をつなげなきゃいけない。で、オン。おー。 かっこいいわ。光ってるのは、ここが、センター部分がめちゃくちゃ明るく光ってて、それ以外は、ここのね、内部パーツがうっすら赤く光り、それ以外は光を通さないイラストになってんだ。おー、なるほどね。でもやっぱ、電源オンの前からすでに光ってる感あるので、割と光らせても光らせなくてもどっちでもいい感じだな。ムンドライバー。えー。 綺麗あきれいだわムーンドライバーこれも真ん中は明るくグリーンに光って内部パーツが薄グリーンで発光する感じへえこれがライトボックスかちょっと周りをね暗くすると実際は光らせるとこんな風にここだけくっきりはっきり光が浮き上がるの 面白い仕様っすね。おー、なるほど。あ、でも、ムーンドライバー、どっちかっていうと、ムーンドライバーの方が、光り方綺麗かな。そして、ロゴ。あー、これが一番、これが一番綺麗だ。なるほどね。結構光強めなのが、わかりますよね。まあでも、これちょっとこう、配線をこう刺して、後ろ引っ掛けて、自分の好きな場所が、まあ壁とかにカチャっと掛けるには、なかなかいい感じに、 迫力があっていいんじゃないかな。そっか。電池とか、そういう電池ボックスないもんね。そういうスタイルかと思いきや、まさかの常時電源取る必要があるっていうものなので、ちょっとそこだけが気になる。まあ、それこと、あとはここは USB-C じゃないとこね。ここは USB-C ならよりいいんだけど、別に電源オンをしなくても普通に 光ってる風な綺麗なイラストになってますので。まあ、これは僕はあれかな。部屋に置くんだったらライトを繋げず、こうやって置いておく感じかな。なるほどね。こういう商品だったんだ。ライトボックスの名の通り、本当に変身ベルトがピカーッと光る、こういうボックスだって。パッと見さ、これでレジに置いてあったら、あのか小型ベルトかなと思ったけど、 裏側がちゃんと商品画像になっておりますので、このビジュアル通りの商品だった。まあ僕みたいにライダーストア行って、このアイテムなんだろうっていうふうに思ってた方もいらっしゃると思いますから、これでどういうアイテムかがわかりましたね。ホットトイズさん、ありがとうございます。以上、仮面ライダーブラックさん、ホットトイズ、ライトボックスの紹介でした。